いえ、もうこちらこそありがとうございます。結構順調に来てるとは思ってますけど、はい、技術的にはまだまだいろいろやらなきゃいけないこともいっぱいありますけど、体は万全でございます。よかったです。今は食事をしっかり、考えてグルテンフリーを今ずっとやってる中でキャンプを過ごしてるんですけど、めちゃくちゃ状態はいいです。緊張することはあんまりないですけど、去年の昨シーズンの CS の巨人戦は結構、まあ新井さんも最後ということで緊張しました。ワンデルはたどると多分6年前7年前ぐらいまで遡ると思いますけど、その辺から、使わさせていただいてます。まあ今もこのように並んでるようにデザインもいっぱい、まあその当時から、他にないデザインが、まあ、僕の好きな迷彩だったり、そういうのがあったので、好きでつけてますね。なんだろうな、小物もそうですけど、いろんなものを共に作っていきたいと思ってるんで、ここにないまあ本当に新しいもの、流行りそうなものを先取りでちょっと作っていきたいなって思ってます。ありがとうございます。前まではそこまでアパレルがなかったんで、まあ今回共に話し合いながら作っていったり、必要なものがどんどんこう仕上がってくることを楽しみにしてますし、まあ僕ら現場で必要なものも、そしてどういう生地がいいとか、どういうものがいいっていうのも伝えていくつもりなので、まあ、そこも含めて共にやっていき、いけたらいいかなと思います。はい、どうですかね。まあ金具とかじゃないんでつけやすいですし、取り外し、まあお風呂も入れるし、まあインスタ映え用のお遊びのこういうものもありますし、なんかこう本当に皆さんに手軽に手に入って、そしてつけやすくて、お風呂も入れて、本当に使いやすいものを提供していきたいと思ってますし、ここにあるのも使いやすいものだと思うんで、本当に気軽に、つけて外に出ていただきたいなと思います。僕は、まあ、白黒好きなんで、僕は大好きですけど、ヴァンデルファンの皆さんどうでしょうか。まあでも新作、そうっすね、一番ほっこり一押しですね、大好きっす。これとなんかこれですね、僕が押してるのは被ってますけど、まあ今まで多分色物が多かったと思うんですけど、本当に新しく変わるんだなと改めて感じてます。まあグルテンフリーとかね、いろんなこともやりつつ、僕も新しいことをやってますので、ヴァンデルも新しくこれからなっていくと思いますので、共に階段を上がっていければなと思います。